静かなる防衛の時間です。今日は三菱重工業がまたまた新しい装備品を開発しました。ドローンですが、なんと1000キロ先から操作する成功。今現在尖閣諸島での不審船の警護のテストを行いました。それで2種類あって、ドローンといえば空、もう一つが海、水中です。この2種類を操作し、うまくいったということです。それで何がすごいって、この空を飛ぶドローンの方、風速30メートル、これって台風並みの風が吹きます。普通の空撮用ドローンはいいとこ10メートルですかね、3倍、それぐらいしっかりしているということです。台風で飛べるっていうことは、どんな悪条件でもいけるっていうことですね。風速30メートルの時に尖閣諸島に上陸しようっていう船はありません。それに海中、海を進むドローンです。これも海の中を進むので、電波なんかがちょっと問題かなとは思いましたが、うまくいったみたいです。水中を監視するドローンがあれば侵入は不可能になると思われます。なんといっても1000キロ離れた場所からの操作がすごいと思います。特に尖閣周辺は漁船のふりをした武装船がやってくる場合も多いです。なんといっても潜水艦まで来ますからね。その時にやはり無人機のドローンによって監視または妨害活動ができれば、隊員たちの安全にもつながってくると思われます。危険を冒してまで行かなくていい。次世代のこのドローン、2019年末には商品化できるそうです。
さすが、すごいですね。三菱重工業。三菱が本気を出したこのドローン、どこまで使えるかが今後の鍵になってくるでしょう。どれぐらいの時間が持つかはまだ分かりませんが、かなりの時間を飛行できたり航行できたりすると考えられます。ドローンでの監視システムは今後普及してくるでしょう。その時、日本も技術を磨いておく必要があります。やはりここにどんどん投入していくことによって、無人での飛行ができれば戦闘機などにも応用できます。イコール無人での飛行が可能になる。 F2 や F15 など飛ばせる技術ができるかもしれません。 F2 に限っては日本が独自に開発できるので、今後の研究課題となってくるでしょう。 F3からデータリンク、無人機への操作、なかなか時代が変わってくる、進化が早いです。今で言うとドローンも国産、されていますが、一般的にも市販してもらいたい、そんな感じがします。中国製ばかりでは面白くありません。今後この三菱重工業が開発したドローン、欲しくなるところです。今日のご視聴ありがとうございました。よかったら新チャンネル作ったんで、チャンネル登録をお願いします。